とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は花火で無限ダイナモをやっていきたいと思います。以前もできたんだけども、修正されたんだよね。でも、ワンパンで倒せるようにすれば、無限ダイナモができるらしい。で、装備は、その時使ってたやつを使っていきます。ハープクロスボウだね。リフレッシュダイナモ、マルチショット、連鎖反応です。パワー入れなくて大丈夫かな。で、プラスで、黄金のピグリンアーマーですね。ポーション使うと、アーティファクトがクールダウンするっていうやつですね。なので、クールダウンはエンチャントで入れてません。防護、臆病、ポーションバリアのタンブルビーです。はい。では、早速行ってみましょう。20まで貯めてます。ワンパンで倒せれば、いける。どうだ、エンチャの敵か、防護付き、防護付き倒せない、防護付きちょっと倒せないっぽいっす。なるほど、ちょっと防護付きは無理なんだな。でも普通のやつが倒せればいいでしょう。あ、いやいや、倒せるには倒せるな。いけるじゃいける。 OK15、 これぐらい貯まれば、あ、いけるね。通常の敵は15ぐらい貯めとけば倒せるっぽいです。 OK、 ではではでは行きましょうか。 OK で、ポーション使ってクールダウンしてあげる。で、あぶねえ。いや、ちょっと待て、リフレッシュ入れてるよね。あ、入れてるわ。入れてるけど、ちょっと待って、花火でリフレッシュされない。前はできたよね、なんか速攻でポーションが使えるようになってたんだけども、あ、それ修正されたか。花火で倒してももしかするとリフレッシュが効かない。いや、そんなことないよね。おお、まあまあ、もう一回ちょっと試してみましょう。ちょっと待ってね、もう一回試すね。あのね、リフレッシュが発動するとき発動しないときがあるっぽいです。いや、でもそれにしてもこれだと安定しないな。デイリーとかだったら、この花火が使えない状態で戦っていくの、まあ無理だもんね。そうか、これちょっと厳しいな。となると、やっぱりクールダウン多めの防具でいくっていうのがいいのかな。それだったら結構使っていけるからね。ちょっとクールダウン5で、試してみましょう。敵はワンパンできる。これがいい、これがいい。あぶね。まあまあ、速攻で使えるわけではないけども、ちょっと待てば、まあまあ、回復するので、そうね、使い方としては、こっちの方が正解だな。クールダウン5の防具。いやー、でもこれね、クールダウン付きのね、防具、251しかないのよ。なので、結構、注意して戦っていかなきゃいけない。まあまあ、臆病入れてるからね、もちろん注意して戦ってはいってるんだけども、なるほど。いや、強いよ。強いんだけど、そうかそうか、ある程度取り扱いは難しいっぽいです。まあ、これだと爆発の方がまだ使いやすいかもしれません。そうかそうか、クールダウン付きの防具が必須みたいなので、ちょっと取り扱いには注意が。ダイナモ切れた。何これ、味方回復か。ちょっと注意は必要みたいですね。ダイナモ銃で倒せる。ある程度のダイナモで
通の雑魚敵は倒せるっぽいね。まあ、デイリー倒せるかどうかわかんないけど。ボスワンパンいけるか？あ、そうか。これも、カバンでいけば、ワンパンできない？あ、いけた。ちょっと待って、いくよ。なんかいけそうな気する。いきます。あ、無理？いや、全然無理だったわ。よし、これで、おしまいかな。いや、無理か。無理なんかい。なかなかやっぱり厳しいね、ボスと戦うときは。なるほど。はい。ということで、今日はですね、花火を使って、無限ダイナモをやってみたんですけども、花火はね、ちょっと注意が必要です。弓だな。弓のリフレッシュは、まず、そんなに効きません。たまに発動するんだけども、ほぼ発動しない。うん。なので、花火を連続で使っていくことが難しいんだよね。で、使っていくためには、やっぱりクールダウン5の防具が欲しいところですね。それぐらい連発ができないと、高難易度は無理だと思います。このクールダウン5とのセットじゃないといけないっていうのが、ちょっと難しいかな。爆発弓の方が、まだ使いやすいような気はします。でもまあ、無限ダイナモはね、一応できますので、装備持ってる人はやってみてください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。